ございます。バイバイはまた。ありがとうって。ありがとうって。まず見えやで、一言。ここ行かんで。はい、はい、こっち。くださいね。姫路はね、石垣が約15メーターございまして、そこから上が約31メーター、合わせて46メーターです。これ外からご覧になりますと、5階建てに見えますがね、中より近あの石垣の中が地下1階、それはな地上6階です。だから7階建てになっております。外からご覧になりますと5階建てですけどね。あの天平までは海抜46、はい、92メーターです。いらっしゃいませ、こんにちは、8階でございます。四国興味見ますか、ね、タレビ見ませんけど、この前ですよね、うっすら見えとる。こっちはあの伊江島ですから、ね、あ、これは伊江島ですか。伊江島の丹波島でね、あの本島と西島、向こうに見えとるのが小豆島です。それはうっすら見えとるのが、うん、まあ四国なんかめったに見えないんですけどね。珍しくうっすら見える、まっすぐうっすら雲の下にこんなデコボコみたいな。もうすぐまたチャイナで何でも言うね。もう近くよ。あ、あれね、あそこはね、西の西にある西の丸と言いますね。あの真ん中辺のあれは千姫の本田忠敬のホテルだったんですよ。その雲にあるのは製品にね、お使いしたお仕事さんやお住まいさんの部屋の件にもございます。